はい、どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。テイルズオブグレイセス F やっていきましょう。さあ、北乱闘道脇の洞窟へ行こうということで、夜襲作戦を仕掛けるとかでしたような気がするんだけど、なんか作戦を行うって言ったところで終わってたのは覚えてます。ということで、北乱、まあね、これは、まあ、迷う気がするんで、北乱闘道脇までカットす洞窟までカットするかもしれません。おっと、到着したかな。ソフィー、あまり離れるなよ。うん、どうしてその子ソフィーって呼ぶの？どうしてって、名前がないと不便だからだ。まだあのソフィーだとはっきりしていないのに。それは、うん、あなたは現実を見ていないのよ。あの頃と何もかも違う。なのに。確かにあの頃とはいろいろ変わってしまった。ソフィーが死んで、ヒューバートがストラタへ行って、親父は死んでしまった。うん、久しぶりに会った幼馴染はすっかりよそよそしくなって、昔のように笑ってくれない。分かってる、全部俺の責任だ。分かっているからここに残ると決めたんだ。ねえ、このお花は何ていうの？あ、クロソフィー。クロソフィーだ。ソフィーという名前はこのクロソフィーから取ったのよ。ソフィー、アスベルが私のことをそう呼んでる。ごめん、勝手に。いいよ、ソフィーって呼んで。このお花好き。あったかくて懐かしい感じ。このお花から取った名前、とっても嬉しい。なんか最初の頃思い出しますね。ちょっとそんなに好きなら育ててみるか。ほら、クロソフィーの種だ。これをやるよ。あ、さっき拾ってた。そういえばクロソフィーのお花になるの？さっき、前回か。屋敷に戻ったら花壇に植えるといい。わかった。お、これはいい花が咲きそうですね。で、こっちっすね、おそらく。上もちょっと見たいところだけど、今回はまあ普通に進んでいきましょう。今までね、ちょっとあの動画時間長かったんで、今回ちょっと撮る時間をまず短めにしようかなというふうに思ってます。まあ、カットとか入れて長くても25分はまあ言い過ぎだけどぐらい、カットせず25分で撮ろうかなと思ってますんで、とりあえず一旦セーブします。ねなんかないかな。上がるじゃん、能力。OK。あとは特にないかな。OK っすね。称号もまあ、一応は見ておきますけど。OK か。まあいいでしょう。洞窟、海辺の洞窟。ここが洞窟の中か。ラントの領内だというのに来るのは初めてだな。ここまでは見つからなかったね。この先もそうだといいが。よし、奥へ進もう。 OK、 バレないように、バレないようにっていうか、見つかったらまあ敵を倒していけばいいかな。ひぃ、なんかキモいのいる。負けられないな。はい、そこだ。おっと、あんま効いてない。ほら、危ない。 OK、 よっしゃ。ほら、おいさ、なんか呼んだ。
ケイン。初めて敵なんでちょっと戦闘しましょう。戦闘はちょっと、まあ、初めての敵を入れていってもいいかなと思ったりします。 OK。 お、レベルアップ、アスベルは抜刀時に秘められた力を解放し、敵の攻撃にひるまない後退状態になることができる。ただし耐える数は限られているので、隙を見て対等状態に戻ろう。そしてまた抜刀しよう。なるほどね。刀抜いてるとちょっとだけ攻撃耐えますよっていう話なんですね。了解です。フレッシュなアップル組、これはちょっと使いますか。使って、使って取る。 OK、 完璧。わ、綺麗。飛び込む。すげえ綺麗。水の中を移動する羽目になるとは思わなかった。そういうことか。水浸し。ああ。髪の毛がペターンってなってる。辛かったらソフィーとラントへ戻っても。ついてきたいと言ったのは私よ。これくらい覚悟してた。それともアスベルは私が邪魔。私がついてきたいって言ったこと本当は迷惑だって思ってるの？そんなことはない。むしろとても助かっている、うん、けれど無理はさせたくない。二人に何かあったら俺は。シェリアも水浸し。濡れた服てるのかな。向こう向いてて。ああ。拭いてるのかな、ソフィーは。おい、ちょい。びっくりした。この洞窟、もしかしたらいくつも潜らないと進めない場所があるかもしれない。マジか。うん。そういったポイントを見逃さないよう、よく調べながら慎重に進もう。大丈夫か、ソフィー。シェリアも風邪をひかないように気をつけて。ちょっと、あまりこっち見ないでよ。ごめん。よし。待てよ、ケン。これでしばらく大丈夫よね。抜刀時の連携すると防御力に応じてアスベルは対等時に自分自身のヒットポイントを回復できる。マジで。抜刀中に殴られた向こうなので華麗に戦い、華麗に対等しよう。そしてまた抜刀しよう。へえ。難しい。難しいね。さあさあ、うわー、もう敵がいるよ。OK。 まあアイテムだけ回収していって、さっきはこっちから来たんですよね。こうか。うっと、なんか走ってったぞ。あ、星か。待て。そうか、それでたまに帰ってきたんですけど。なるほどね。そっか。他に敵はいないみたい。お、ファーストエイド強化。クリティカラー。なるほど、結構いいっすね。分かってくるとやっぱ楽しいっすね、グレイゼスって。分かるまでがちょっと難しいかなっていう感じがするのは本音ですけど。負けられないな。15秒以内。いた。あー、くそ、食らっちまった。無理だ。さすがに15秒で倒せない。あ、呼んでくるのめんどくせえな。やばい。
後悔する間も与えない。ほら、マジンヘン、ダイナス、まだまだ、さあ、マジンヘン、ヘイ。他に敵はいないみたい。15秒は無理だな。52秒かかったもんな。さあさあさあ、ここはですよね。問う。よいしょ。いやー、いるー。これは？なんもない。危ない。1120。うわ、負けられないな。やべ。け。うわ、マジか。なんか増えた。なんか増えてない？みたいじゃなかったっけ？け、ほら。オッケー、ナイス。ステップをうまく使っていけばいいのかな、グレイセスは。よいしょ。もうびっちゃびちゃやで、服。ちょっと敵が多いっすね。ここら辺か、もしかしたら戦闘カットしていくかも。あれ、終わり。特性がついているからといって同じ技を連打するのはスマートじゃない。 敵が複数の特性を持っていたら特性を重ねるほどにダメージアップ。全ての特性を重ねるとチェインキャパが回復するので、さらに攻撃をたたみく、ついでにエナジーも回復する。理由は必須。 OK。 エレスライズが入ればチェインキャパあんま関係ないんで、フルボッコっていうか、チェインキャパ関係なく攻撃できるんですけど、わあ、これ分かれてんの。左側行きます。あ、そういうやつ。じゃあ最初に一旦右ルート行きますか。とう、これは迷いそうだな。とうとうとう。よっしゃー、おっと、おっと、開けたところに出てきたぞ。一旦ちょっとここでもセーブ挟みます。よし、行きましょう。よいしょ。お、来たかな。なんだ、こいつは剣めっちゃ刺さってんだけど。体がうずく。どうして？行った、そこか。いや、戦撃。わ、めっちゃ呼んできた。行かず。いや、戦撃。でででで。行った、マジン剣。まだまだ。肩の爪。これでこうしてこうだ。痛い。剣刺さってんのじゃないか。こいつ巧みに出してくるのが痛いよ。結構ダメージやばいな。OK。 おし、ひよった。一応回復するんですね。痛い。うわ、危ない。いやー、エレスブレイク、マジか。痛い痛い痛い。待って、めっちゃ出してくるんだけど。こいつ、OK、ほら、よし、やばいやばい。待って待って待って、シェリアが死んだ。ほい、危ねえ、やばい。嘘、マジか。
みんな、すまない。行った。やばいね、これ。ちょっとこれは裏でレベル上げが必要かな。で、やばい。やばいやばい。シェリア、ライフボトル頼む。ちょ、待って待って、攻撃範囲おかしいわ。やばいぞこれ、レベル足んねえかな。ちょっと待って、うそ。危ねえ。で、これでシェリー、あちゃあちゃあちゃ、ほら。で、シェリアじゃない、ソフィーに、まちゃん、また間違えた、アイテムで。やばいやばい、なんだこれ。ほんとグレイセス戦い方わかんない、まだ全然。マジで早いって。ライフボトルもう5個ぐらい使ってんだけど、頼みますよ。もうお前らうっとうしいな。いやほらこの野郎、めんどくせえな。この野郎、よし。あぶねえ、危ねえじゃねえ。めっちゃ時間かかったな。ちょっとレベル低いかな、もしかして。武器や宝石の中には、攻撃に特性を付加できることができるものがある。デュアライズを駆使して資格のないパーティーを育てよう。ちょっと真剣にやりすぎて喋るの忘れてました、すんません。いやーもうマジか、めんどくせえなー、あいつ。あんな奴がいたとは思わなかった。油断していたら危なかったな。フェンデル軍の姿は見えない。作戦通りここで味方の到着と夜の到来を待つとしよう。ちょっと裏でレベル上げしてもいいかもしれないですね、これ後で。さあ果たして作戦はうまくいくのでしょうか。よし、そろそろだな。それでは今から奇襲作戦を決行する。 OK。あ、ごめんなさい、マイクに手が。俺だけだ、なんだ。あのモンスターは何だったのかしら。ひょっとしてフェンデルが。違うと思う。長年ここに住み着いていたんじゃないかな。それじゃあ私たちがここに来なければ死なずに済んだのかもしれないのね。少し気の毒だわ。うん、そうかもしれないけど、それじゃラントを助けられないんだ。アスベル、迷っている暇なんてない。今のラントを守れるのは俺だけだ。これでいいのかな。OK かな。
なんかあるよ、なんかあるよ。お金か。ちょっと後でアイテム買わないとですね。ライフボトルが。もう5個ぐらいしかないんでね。よし、一旦ちょっとセーブします。さあ行きましょう。どうなんだろう。イベントの長さがわかんないけど。奇襲予定地に行こう。あー、そっか、多分これ以上行くとあれかな、作戦え始まっちゃった。まあいいか。あ、あそこにいんのね。誰もいない。どういうことだ。あ、バレた。なんかアスベル様、大変です。どうした。フェンデル軍の野襲です。敵はすでに野営地を後にし、町へと迫っています。何、行き違いになったの。それともこちらの動きが向こうに気づかれたから。くそ、こうしてはいられない。すぐに戻らなければ。今町の守りは手薄だ。大軍に襲われでもしたら到底持ちこたえられない。マジか。ラントに戻れということですね。しょ、マジか。空箱は回収していく。ちょっとこれでラントに戻って、セーブ戻ってというか、ラントに戻る道中でセーブポイントがあればそこで終了しようかなと思います。今回はマジか。野襲っていうか奇襲作戦失敗で、なおかつ野襲をかけられるというこの状況、誰のせい、誰のあれなんだろう。スパイでもいいのかね。そうか、こっちから来たんですもんね。いやー、マジか。これはラントがまずいかもしれないですね。倒れてる。私はその前にセーブがしたい。お願いします。OK、ありました。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回、果たしてラントはどうなるのか。以上、ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。面白ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイバイ。